南部基次郎から1949年5月1日は日本の陸軍軍人、銃器開発者、東京砲兵交渉費下げり、南部銃製造所創設者、階級訓等は陸軍中将訓に等、工学博士、明治末期、大正、昭和にかけて銃器開発で活躍した日本、陸軍技術商工である。日本の警察が正式採用する拳銃、 ニューナンブ M60 などにその名を残す。非前鍋島藩の氏族、砲術家の南部春陽の次男として生まれる。母親は幼少の時に亡くなり、実家も大変貧乏だったため10歳で唱歌に奉公に出される。苦労を重ねた後、佐賀中学、環状学校を経て、陸軍士官学校合格。砲兵科に配属され、その頃から武器や兵器の研究を行う。 南部が勤務した東京砲兵交渉当時後に、軍部から技術者と認められ、1897年28歳の時に東京砲兵交渉製造所に配属、当時所長であった有坂成明の部下となり30年式不標準の開発に際しては、有坂らと共に研究を行っている。その後、東京砲兵交渉製造所の所長となった木次郎は、 その頃提起されていた、それまで陸軍で使用されていた26年式拳銃の後継銃の開発計画に際して、1902年に南部大型自動拳銃を完成させた。小型のものも開発され、1907年には大型と小型双方についての予備試験から採用試験までが実施され優秀な性能を見せたが、当時の陸軍大臣であった寺内正毅は、 複雑すぎる構造と高い製造コストから不適切と判断し、本銃の採用を見送った。南部大型自動拳銃はその後に海軍陸戦隊に採用され、小型はいわゆる恩師の拳銃や民間用に市販された。南部大型自動拳銃の採用が頓挫した後、陸軍内では新型拳銃の開発は長期間にわたって進まなかった。 世界各国では次々に自動式拳銃を開発する中、ヒジローは積極的に海外視察を行い、各国が開発する新型拳銃を参考にした研究を始めていた。そして、外国の優れたオートマチック式の拳銃に換担し、彼が帰国した1922年から南部の助言のもと新たにオートマチック式を取り入れた。 新型拳銃の開発が名古屋造兵省で進められていった。関東大震災でそれまで試作していた銃や図面が燃えるなどの事故もあったが数回の設計変更や試作を行った結果、1924年14年式自動拳銃が完成した。翌年には陸軍から14年式拳銃として仮正式採用となり、この拳銃はまず方兵商校や騎兵商校の 主武装として採用された。その生産は南部が後に設立する中央工業のほかに名古屋造兵省、東京造兵省、小倉造兵省で行われ、外形の変更などの紹介量や生産工程の簡略化などを行いつつ終戦まで生産され、陸軍の主力拳銃として使用された。百二十二年に東京方兵交渉日下げりとなった後、 陸軍中将に昇進。翌1923年には、造兵省加工省庁、陸軍科学研究所所長も兼任する。その後陸軍を退役し、東京方兵交渉製造所からも退いた南部喜次郎は、大倉財閥から資本金を集め、1925年に大倉財閥系の企業として南部重製造所を設立した。ここで彼は、 数学が得意なことから自らも工場経営に能力を発揮し、独自に開発した武器の海外輸出を行うなどしている。この製造所は1936年には別の重機製造所である昭和製作所及び同じオークラ財閥系の大成工業の2社との合併を行い、社名も中央工業となった。会社の設立後、 陸軍からは14年式拳銃よりも小型な拳銃を要望する声が多くなり、後に14年式拳銃と同じ実報を使用した94式拳銃を開発し陸軍に採用されている。中央工業はその後も拳銃に限らず、機関銃や自動小銃などの研究開発を行い、38式小銃や99式系機関銃等の製造にも携わっている。 その後も南部基次郎は時代の流れを捉えるように拳銃の他にも機関銃などの研究も行い、1931年には機関短銃を開発、1934年には数回の回収を得た後に2種類の機関短銃を製作、後に百式機関短銃を開発し、太平洋戦争の後期に採用されている。生涯を銃器開発に捧げ、 盛んに射撃音にさらされたため、晩年はほとんど聴力を失っていた。同じく重機開発者のミハイル・カラシニコフにも同様の症状が出ている。1949年5月、80歳で死去。終戦後、中央工業は一切の武器の製造を禁止され、会社も閉鎖状態に追い込まれるが、1946年1月、GHQ により、 警察官等の一部の治安関係者に限り、拳銃の使用が許可されたため、1952年、中央工業は新中央工業株式会社として復活し、主に保安隊や米軍軍用機の機関銃、機関砲の整備等を主な業務として事業の再展開を開始した。同社は後にミネベアに合併された。その後、1953年に、木次郎自身が、 戦時中に書いていたとされる自伝が刊行されている。起伏に富んだその波乱の生涯、国や大蔵財閥とのパイプ作りを成し遂げた胆力、などから、聖章として南部を捉える見方も多い。ありがとうございます。